州弁護士で、信州大学特任教授の山口真由氏が11日、読売テレビ、朝パラ S に出演。首相秘書官更迭の発端となったオフ、レコ破りについてコメントした。更迭されたのはあれ、井勝義首相秘書官。3日夜、録音や録画をせず、発言内容を実名で報じないオフレコを前提に、下取り、罪に対して、LGBTQ など性的少数者について、僕だって見るのも嫌だ。隣に住んでいるのもちょっと嫌だとなど述べた。この発言を最初に報じたのは毎日新聞電子版だ。同紙によるとオフレコとはいえ岸田政権の中枢で政策立案に関わる首相秘書官がこうした人権意識を持っていることは重大な問題だと判断し、荒井氏に実名で報道する旨を事前に伝えた上で、3日午後11時前に記事をニュースサイトに掲載したとしている。このことが一部でオフレコ破りで約束違反ではないかと問題視されている。山口氏は、私も官邸キャップの署名、記事なのは少し気になると指摘。本来なら、現場の記者がその場で、その発言は問題になりますからも、ウィカイオンレコに載せましょうって言うべきじゃないですか。その方がフェアなのに、もしかしたら現場の記者が、オフレコでこんな話がありましたって、本社にあげて、キャップの方が、これまずくない?じゃあオンレコで書くしかなくない?っていう話だったら、ちょっと現場の記者どうなのよ?っていうところはあると首をかしげた。MC のハイヒールリンゴが、現場の記者も毎日新聞だけでなく10人ぐらいおったんでしょ?ほな、あとの9人はこれ、オフ、レコの約束を飲んだわけやんかと語ると、山口氏も、なのに、後追い、記事を出してるっていうのもね、と顔をしかめた。